ンプに入る前の下準備として耳の内側はいらないので油も多いですし先に買っちゃってます。ここの耳の前のここのところとあと内側、後でカットするときに耳縁1センチくらい残して縁取りをしたいのでそこにかからないように耳縁ギリギリまではかからずにでもいらないところは全部すっきり落とすような感じでツルツルにしてます。シャンプー前にその子の皮脂が強いところを先に確認しておいて、で濡らす前にこのクレンジングオイルを使ってます。テルの場合は配線と耳の内側のところが結構ペタペタしてるのでつけて、で全体的になじむように手で伸ばしてやってます。人間の、化粧落としみたいな感じで同じような感じで濡らす前にやって、でちょっと置いてからシャワーで流してそれからシャンプーをします。濡れるとクレンジングオイル結構白っぽくなるのでシャンプーする前にこの白いのがしっかり落ちてるのを確認してからシャンプーしてあげてください。します。今日使うのはアジルさんのオイリーコントロールシャンプーです。泡立ててからワンちゃんに使います。あんまりゴシゴシこすらないで泡で包み込むような感じで洗ってあげてください。なんていうの、新しい泡で洗うっていうのをイメージして同じ泡で洗わないように、足先とか汚れやすいところは特に新しい泡で洗ってあげるイメージで洗った方が汚れが落ちると思います。耳は特に皮脂が多いのでしっかり上げてほしいのと、あと耳の下のこの辺りも油が結構多い子が多いので確認してよく洗ってください。とにかくじゃあいっぱい喋って、顔の目の周り、目頭のところもしっかり泡つけて洗ってあげてください。目に泡が入らないようにしっかり取ってあげながら、両目とも確認しながら洗ってあげてください。お口の周りも、特に犬歯の後ろ、ここの辺りとかも汚れが、ご飯とかが詰まっていることが多いので、確認してしっかり洗ってあげてください。シャワーは心臓に遠いところから温度確認しながらかけてあげてください。で、私はお尻からかけて上の方に登っていきます。で、顔から一番高いところから水をかけて流していって、泡がどんどん下に流れていくようにした方が泡が残ってまた上に戻ってきてとか二度手間がないので。お顔のシャンプーじゃ、シャワー嫌がる子とかは無理にやらずにスポンジとかに水含ませて流してあげた方ができる子が結構多いです。顎の下とかも
探しやすいですし、しっかり確認しながら。2回目のシャンプーはキンペックスさんのラグジュアリーシャンプーでございます。でこれが、建築用のコンプレッサー使って泡を作ってます。 0.7 ぐらいの気圧になるようなやつで作ってるので結構泡が細かく出ます。ワンちゃんのお肌、皮膚って薄いのでそのお肌をあまり擦らずに洗いたいっていうのがあるのでこのきめ細かい泡で包み込むように洗うことで、まあ、擦らずに汚れを落とすっていうのが一番の目的で毛と毛の間とかにも入りやすくなるので汚れも落としやすいですし効率も上がるかなと思います。ブーの能力も最大限に発揮できると思います。もう絞ってないや。今回は私は眉間から乾かします。毛が短いので結構うねりやすいのでここは一番最初に乾かしてそのまま眉毛も後ろに向かって全部乾かします。まつげがある子はまつげもその時にちょっと意識すると上に持ち上がりやすいかなって思います。乾かすんですけど、一回前に出して目の下のところから全部を一本一本こう後ろに向かっていくように。シュナウザーとかってこの辺やっぱりうねりやすくて後で丸くしにくかったりするので目頭のところはしっかりマッスル伸びるようにちょっとずつ。毛が密ですごい乾かすのが大変てか乾きにくいので私は先に荒乾かしみたいな感じで全体的に風を通して風の通りに作って乾かしやすくしてます。全体的にパーッやってそれからまた最初のところに戻って細かく入れてた方が断然乾きが早いので時短になります。で、ピンブラシとかで先に荒乾かししてっていうやり方ももちろんあるんですけどちょっとめんどくさいのでもう
スリッカーで先に風通しだけ通してやってます。立ちにくいですけど、触るとツンツンして気になりますし、お顔とか近づけた時に当たったりするのもすごい嫌なので切っちゃってます。眉毛も一緒です。眉毛もシュナザとか短くするのに一番端先に伸びてきちゃうので短く根元から切ってます。当たりすぎちゃうとドライアイになっちゃうので、鼻の垂直というか目に入りにくい位置から風当てて切っています。始める前に下準備としてリップラインと目頭は先に切っちゃいます。リップライン、唇切らないようにしっかり鼻上げたりして確認しながら、鼻よりちょっと出るくらいの位置まで切ります。ラインの角度はその子の持ってるそのままの角度に合わせて切っていくと、どんどんこう上に上に上がっていってしまって変になっちゃうので、若干下向きに犬の口の絵描くときを想像しながらちょっと下目に入れてってあげた方が後で丸くつなげやすいので、そしてあげてください。ストップもこの時に取っちゃってもいいんですけど、私は目頭だけ取って、後でお顔カットする時にストップの位置は改めて切ってます。目頭も目から鼻に向かって伸びてくる毛はいらないので、ギリギリ短くます。はい、サプリームのこの DK200 のバリカン 2mm で背中と頭と頬のところも全部これで刈ります。皮膚をしっかり伸ばしてたるんでると刈り残しが出ちゃったりするので、しっかり伸ばしてこの辺はもう持っちゃって大丈夫なので、急ぎすぎないでゆっくりかけてあげてください。で、骨ばってゴツゴツしてるようなこの辺とか骨が出てるような子は、皮膚をこっちにずらしたり前にずらしたりして骨にぶつからない平らな皮膚のところでかけてあげると、かけてあげた方がきれいにかかります。この辺も意識しながらかけてあげてください。ちなみに毛並みに合わせて刈るのはもちろんなので、つむじとか毛並みがここから変わるっていうのをしっかり目で見て確認しながら
き上げていきます。テルはシュナラインなので、ここはで、まあ、ペットカットなので位置は結構高めなんですけれども、ここを買った後に溶かすのも少しバリカンを使って取ってあげた方が後でカットが楽なので、こんな感じで取ってます。だいぶ長くて脇結構毛玉になりやすいの で脇とかって結構そんなに買っちゃっても目立たない、わからないので、脇もバリカン入れて短くしちゃってます。で手上げると筋がどうしても出てしまうので、筋はしっかり気をつけながら買ってもらって、見せれるあれでもないけど、でもパッドにかかる毛はいらないから全部切っちゃいます。足回り作る時のカーブシザーはケリーのカーブシザー使ってます。 R690 長い方の
ハーブシーダーです。場所や角度や自分の使いやすさによって、これも全部カーブシザーでやってますけど、表裏使い分けて面が綺麗に、そう、まあ、それはもう本当自分のやりやすさで決めてもらって、使い分けてもらっていいと思います。ストップ切ります。ストップは、シュナウザーの場合、私は本当のストップのラインよりちょっと低めにしてます。マズルが長いので、ここか 目尻と目尻つないじゃうとだいぶ大きくなっちゃうのと丸くしにくいので、ちょっと低くしてここから切ります。でストップになるところの毛だけちょっと書き出して、丸くではなくても本当まっすぐ取ります。でしっかり一本一本毛挟んで、ちゃんとラインが出るように動かさずにまっすぐ取っちゃってください。でテル曲がってるかな。マズルストップ今作った後ろのこの辺りの毛はもういらないので、まつげは、この子は目尻の方3分の1ぐらいだけ残して、3分の1半分ぐらいだけ残してあって、目頭は短く切っちゃってます。その方が目はパッチリ見えるので可愛くなります。でまつげのすぐ上のこの辺りの毛は本当に短くしちゃって、まつげと眉毛を分けてあげることで顔がはっきりするので短くしてます。眉毛は下から上に向かって丸く作ります。そうすることで下からどんどん支えを作って、ちっちゃくなる。さっき一番最初に切った
まつげのすぐ上のところが一番短くなってるので、そこからつなげるようなイメージで丸く丸く丸くするように、下から上に。目の下の鼻に向かって伸びてくるこの毛は、ストップの位置から後ろの毛はちょっとかき出すようにして持ち上げて、がっつりじゃないんですけど、ちょっとこうすいて置いてあげた方が前にこう押す毛がなくなるので、マズルが後ろに向かって綺麗に持ち上がるので、丸くした時に長持ちします。なのでここちょっとすいてあげてください。それは一生懸命プードルみたいに立たせるよりは、横に自然に出すイメージでコーム入れて、で鼻より前に出てくるこういう毛はいらないので、全部目の方に向かって毛先から取っていきます。で下から作っていって、下の毛で上をどんどん支えて丸を作っていくイメージで、マズルは丸く作っていきます。細かくコームを入れて、出てくる毛がないか確認しながら作ります。今マズルで使ってるハサミ、これは TOKIO のハサミで、オバルトの50名
スキリッツ50目のハサミを使ってます。切るときに耳危ないので、こう親指とかでこう人差し指とかで押さえてっていうやり方でももちろんいいと思うんですけど、私は人差し指と中指で耳つまんで挟んでおいて、どこまで切るっていうのはもうある程度この自分の指で決めておいて、指のギリギリのところを切っていく。もうギリギリを切っても耳縁を切ることはこれでないので安全に切れると思います。すごく柔らかい子なので、今日はシャンプー、ブロー、カット合わせて2時間ぐらいで回りました。毛がすごくふわふわなので、その毛質を生かしてふんわり仕上がるような感じで、普通のシュナウザーのカットに比べて、このほっぺのところとかもちょっとふんわりめに残して全体的にふんわりするようにしました。で、目つきが悪いかな、それをちょっとでもカバーできるように、なるべく可愛くなるように耳とかふんわりしたり、まつげも残して、女の子、実は女の子なので女の子感を出せるように仕上げました。以上です。